はい、名前は新垣翔吾です。まあ、会社名といいますか、まあ、屋号が翔吾ベビーシッターでして、まあ、個人事業主フリーランスとして活動をしています。で、役職はそうですね、まあ、個人で活動をしていますので、まあ、代表といえば代表にはなるんですが、こう、まあ、施設長になりますね。ですね、そのお子さん、子供を保護者の方から1時間単位でお預かりするという仕事をしていますね。なので、まあ、僕がお子さんと一緒に過ごしている間に、まあ、保護者の方、いやお母さんたちがこう、まあ、仕事をしたりだとか、あとはこう資格取得のための勉強をしたりだとか、あと、まあ、趣味の時間とかですよね、この、まあ、美容室に行ったりだとか、あとはもうリフレッシュをするための時間に使うっていう、要はこう自分時間を確保するためのお手伝いをしています。で、まあ、子供とね、まあ、ね、関わって遊ぶっていうのはね、もちろんですけど、まあ、僕一人でやっていますので、お子さんと関わるっていうのはもちろんですけど、その保護者の方とのやり取りもそうですし、こう、なんだろうな、利用する際の利用申し込み書とか契約書の作成とかもそうですし、あとは宣伝広告とか、あとは何、僕チラシも作っていたので、チラシを各ご家庭にポスティングをしたりだとか、 SNS の情報発信だとか、もうあとも売上の計算だとか、本当にもう全部ですね。まあ、必要な、まあ、三種の神器が、じゃあまず一つ目がこの僕が今着てるこの白いポロシャツですね。この、まあ、白いポロシャツを着て今もね、ベビーシッターのお仕事をしてるんですけど、もともと僕は保育園で保育士をしていたんですね。で、その時にはこう、ね、白だけではなくて、こう、なんだろうな、もう赤とか緑とか、いろいろな色の服をつけていたんですね。で、まあ、その日の気分によって色を変えるというか、まあ、今日はなんかこう、まあ、やる気に満ち溢れているので、こうちょ赤をつけていこうと。で、今日はちょっと、ね、睡眠不足だから、ちょっと暗めの色にしてみようと。ちょっと紫をつけていこうと、まあ、そういうことも勝手にやっていたんです。で、要は毎日、ね、違う色の服を保育園につけていくわけで、でそしたらやっぱり子どもたちの反応もしてくれるわけですよ。で、あ、なんで今日翔吾先生 赤なのとか、なんで今日紫なのって、なんで緑にしなかったのとか、そういう、そう、このやり取りが、コミュニケーションのやり取りが生まれるので、もうそういうのも楽しいかなと思って、そういうのでやっていますね。2つ目、そうこちらのもうただのタオルです。もうただの普通のタオルですね。要は僕がものすごく汗かきなんですよ。そう、ものすごく汗かきでして、本当に何だろうな、もう5分10分歩くだけでも本当にもう汗がすごいんですね。で、また保護者の方は自宅に行くじゃないですか。行ったとして、要は汗拭かないでね、行ったとして、で、まあ、ピンポンってするじゃないですか。で、そしたら ね、お母さんたち、保護者の方が、まあ、ガチャって開けて、はーいって出るじゃないですか。で、そしたら、ね、要は汗だらだらの男が、ね、こんにちはって言ってるわけです。そう、ってなったら、もうなんかお母さんからしたら、もうキャーってなるじゃないですか。まあ、なんか変な汗だらだらのなんか男の人が来てるみたいな、ね、なんか怖いってなるので、そう、それを防ぐためにも、僕は毎日タオルで汗を拭いております。で、汗をかいて、まあ、かいては拭いて、かいては拭いてっていうのをやっているので、本当に僕の中ではタオルはちょっと欠かせないのアイテムの一つですね。で、最後は、こちら iPhone ですね。 iPhone、 そう、僕の今の仕事はもう iPhone がないとちょっと仕事はちょっと難しいと思います。そう、やっぱ保護者の方とのやり取りもこの携帯 iPhone を通してやっていますし、あとやっぱどういう、なんていうの、シッティングをしたとか、でどこどこのお店に僕のチラシを置かせてもらいましたよとか、どこどこの企業と一緒に提携することができましたよとか、でそういうこともこの SNS で情報発信をしているんですね。
っていうのと、あと僕、まあ、個人的にこの YouTube もやっているので、iPhone で動画を撮って、で iPhone で編集して、で iPhone でまた YouTube にアップするんですよ、っていうのがあるので、 iPhone は一応僕の今の仕事にはちょっと欠かせないアイテムの一つです。そう、子供の頃になりたかったのは、僕ね、プロレスラーになりたかったんです。まあ、理由はもうかっこいいからですね。重心サンダーライガーという選手がいるんですよ。重心サンダーライガーという、まあ、強い選手がいまして、でその選手がこう、なんだろうな、まあ、身長が170センチなんです、身長が。そうで、プロレスラーとしてはちょっと小柄な、ね、方なんですけど、本当にいろいろな大会とか、そのトーナメントとかに出て、本当に優勝とかしてチャンピオンになっている、まあ、強い選手なんですね。そうで、その方が、ライガー選手が170センチと、で僕も身長が約170センチなんです。同じくらいの身長の選手がもう世界で活躍していると、そうっていうのを見て、なんだろう、もう子供の頃の、まあ、小5少年が、そう、はい、よし、僕もプロレスラーになろうって思ったわけです。で思ったんですけど、なんだろう、やっぱりこうプロレスってやっぱ危ないじゃないですか。まあ、危険だと、本当にまあ魅力的な職業で、今でもね本当にいい仕事だと思いますけど、ちょっとプロレスラーはちょっと危ないと。なので僕はそのプロレスラーになりたいっていう夢を諦めて、よし保育士になろうって思ったんですよ。まあ、僕はまあもともと保育園で保育士として働いていたので、で何だろう、保育園とは違った形で保護者支援をしたいっていう思いがあったんですね。そうそう、まあ、子供が好きで子供と関わる仕事をしたいなっていう思いはあったんですけど、それよりはやっぱ誰かの役に立ちたい、放射支援をしたいっていう思いが強かったんですね。でやっぱりね、子供と一緒に、ね、過ごすのはねやっぱ楽しいんですけど、やっぱりもう大変だと、で自分の時間を作るのが難しいっていう声が多かったんですね。でなので、しかもなんだろうな、だいたい沖縄の人でしたらやっぱ共働き家庭が多いと思うので、そうやっぱ仕事が終わったら、家の家事だとか料理だとか、あとね子供のこととかもねあるので、やっぱりそのお母さんとか保護者の方のこうやりたいことっていうのはやっぱりどうしても後回しといいますか、やっぱどんどんなんかカットされていってしまうと思うんですね。ってなったら、少しでもその保護者の方たちが、まあ、リフレッシュする時間を作る、お手伝いをしたいなと、サポートをしたいなという思いで、ベビーシッターを始めてみようと思いました。そうですね、まあ、自分に合ってると思ったことはないんですけど、まあ、好きなので続けているっていう感じですね。まあ、保護者支援をしたいっていう思いもそうなんですけど、やっぱ誰かの役に立ちたいっていう思いはあるんですね。そうっていうのと、あと僕、人と話をするのが好きなんですね。って言ってもあれですよ、なんか僕のなんか意見をなんか本当にマシンガントークみたいにダーってね一方的に話すのではなくて、な、僕はこう思ってるんですよって、あなたはこう思ってるんですかって言って、本当になんか違う考え方とか意見を、ね、知ることができるので、こういうのがあるので、なんか人と会話をするのは面白いなって思いますね。まあ、やりがいを感じるのはもうやはりこう保護者の方からやっぱ感謝の言葉をいただいた時ですね。そう、僕がこうなんだろうな、まあ、個人フリーランスで活動をしていますので、こう、まあ、本当に、まあね、まあ需要があるのかとか、本当にこの仕事をこのまま続けていいのかとか、このまま生活をすることはできるのかっていう不安はやはり多少はあります。あるんですけど、こう、まあ、実際にこう依頼をしてくれた方からこう、まあ、ありがとうっていう、まあ、言葉もそうですけど、こう僕が入ることによってちょっと心穏やかに過ごすことができましたとか、なんか一人で子育てをしてるんじゃないんだっていう気持ちになりましたとか、あとは、ね、まあね、まあ、リフレッシュすることができましたっていう言葉をいただいた時が、やっぱりね、僕も嬉しくなりますし、やっぱこの道を選んだっていうか、ね、間違いじゃなかったんだなとは思いますね。そうですね、
僕はあの保育園で保育士をしていたという、まあね、経験もあるんですけど、不動産業をしていたっていう時期もあるんですよ。でその仕事、不動産の仕事をしていた時の本当に最初あたり、この入社したての頃の話に、ね、なるんですけど、僕が本当に入社したての頃も本当にもう全然契約が取れなかったんですね。でその結果その上の人というか上司の人から、新垣君もクビじゃないけどもういつ辞めてもらってもいいよみたいな、そういうことを言われたんですね。でそれがこの僕のこのピンチだったというか、そう困難だったっていうことの一つですね。やっぱ僕はこうシュンって落ち込むのが嫌で、落ち込んだところで何も改善しないじゃないですか。なので僕はもう契約を取れるようになろうということで、もうひたすら勉強をしました。営業スキルのことだったり、あとな、僕がこういう行動をすると相手はこういう行動を取りやすいですよっていうこの心理学の勉強をしたんですね。で新しい知識を取り入れて、でそれを実践すると。で実践してみてうまくいかなかったと、じゃあ何がダメだったんだと、じゃあ考えてまた改善して実践するっていうのを繰り返していったんですね。でそうしていくうちにこうだんだんと契約を取れるようになったんですね。要は何だろう、僕に対して、ね、辞めてもいいよって言ってた人に対して、どうだ見たかっていう気持ちにはなりましたね。ベスト3ってね話はしてますけど、どれもね、ランク付けというか、全部重要なことだとはね思うんですけど、じゃあまずは何、相手を尊重すること、そうからですね。相手を尊重することはね、もうね大事ですよね。だから私はこう思ってるけどあなたの考えが違うからあなたはおかしい、あなたは間違ってるとか、そういうのは僕はなんかあんまりどうなのかなって思うんですね。もっと言いますと、そう、なんだろうな、分かりますよ、なんか男はこうとか女はこうっていうのがあんまり好きじゃないんですよ。で俺はだから男だから働いてくると、だからもう子育てとかはしないと。で私はなんて、要はなんかお母さん女性だから家のことをする、料理を作る、女性だから、子供にメインになんか関わるとか、そういう考えをしてる人はやっぱり多いかなとは今僕は常々思うんですね。で子供も2人の子供じゃないですか、お母さんだけ母親だけの子供ではないので、そなので、ね、男性側が、よく料理よくできないから、家のことよくわからないから、任せたっていうのはもうただ単純にね努力することを諦めていることだと僕は思うので、女性はね女性で別に何だろう、で女性の中でも料理が、得意じゃない方もいるわけじゃないですか。なんですけどやっぱりね、子供が生まれたばっかりとかやっぱ分からないことがいっぱいあるわけなんで、赤ちゃんが泣いてるんだとしたら、なんで泣いてるのか、紙パンツ、パンツも汚れてないと、でどうも泣き止まないと、おっぱいあげても泣き止まないと、でいろいろ考えながらね、接していって分かっていくわけなんです。自分で改善して知ったりとか、あとはネットとかで調べたりだとか、あとは周りの人に聞いたりだとか、でそういうので繰り返ししていくことによって、やっぱそのお母さんたちがこの子供に対してもこう、なんていうんだろうな、スムーズに何て言うのかな、接し方がやっぱスマートになっていくんだと思うんですね。それをだからね、男性側がもう、いやお母さんあなたの方がやった方がうまくいくからっていうのは、ただ単純にね逃げているだけじゃないのかなって僕は思うんですね。じゃ続いてなんだ、自分の考えを伝えること。じゃ自分の考えを伝えることもね大事ですよね。本当はもっとこうしたらいいんじゃないのかなって思ってるんだとしたら、それを言わないのはもったいないと思うんですよ。もし間違ったことを言ったらみんなに笑われるんじゃないかとか、もしかして間違ってるんじゃないかとかね、なんか変な後ろ指刺されるんじゃないかとか、そういう気持ちで自分の気持ちを押し殺してしまうっていうのはなんかもったいないなと僕は思います。最後は、やってみよう精神ですね。やってみよう精神もねとっても大事ですよね。なんだろうな、これをやりたいけど
もしかしたら失敗するかもしれないとか、ね、そういう思いはやっぱり、ね、分かるんですよ。そう、挑戦しても命を、ね、取られるわけではないので、なので挑戦して、欲しいなと僕は思います。僕は辞めないですね、そうなって辞めないですよ、まあ、今の仕事が好きだからっていうのはありますよね。そう、まあ、仕事は辞めないんですけど、あのね、仕事量は減らすと思います、僕ピアノが好きなんですけど、そうピアノが好きで毎日ね保育園でピアノ弾いてたんですけど、そうもしもじゃあ3億円当たったとしたら、そう僕の大好きなピアノを弾いて大好きなココアを飲むっていうのをじゃあやりたいです。まあ僕なんだろうな、宝くじね人生で一度も買ったことはないんですけど、宝くじ買うよりはなんか僕宝くじで買うお金があるんだったら、僕はあの本とかを買いたいです。本とかを買ってなんか知識をね吸収して自分を高めたいと、レベルアップをしたいと。そうした方が結果的にね会社でもね、要はよりいい仕事ができるわけなんで、そうした結果的に、ね、お給料もアップすると思うんですよ。なのでこうお金を稼ぎたいって思うんだったら、僕はお金を宝くじを買うよりは、自分に投資をしてお金を稼ぐっていう方が、あのお金を稼げる近道だと僕は思います。ね、まあ達成したい目標は、そうですね。保護者の方からはまた会いたいなって、で子供たちからはまた一緒に遊びたいなって思われるあのベビーシッターになりたいなと思います、ね。そのために頑張っていることは。なんだろう、まあ、本当一回一回のシッティング、一回一回の仕事を大切にはしていますね。だからどうやったら相手が喜んでくれるんだろうか、それも大人も子供も関係なくですね。で、まあ、僕がやってることがこう、まあ、命をお預かりする仕事なので、本当にまあ気をね張り詰める場面もあるんですが、こう、まあ、本当にねお子さんに愛情を注いで、ね、接して、で保護者の方にはこう感情にね、感情を共有して本当にまあ一緒に子育てをしましょうっていう気持ちで接しています。プライベートで達成したい目標は、まあ、正直ね仕事が趣味みたいなものですからね。そう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 、なので、まあ、たくさんの保護者の方にあの、まあ、一緒にもっと関わっていきたいなとは思います。でそのために頑張っていることはあれです。だから僕のやっていることをもっとねいろいろな人にあの知ってもらいたいっていうのはあるので、このやっぱ SNS でね情報を発信したりだとか、そのラジオとかそのメディアに出演をしたりだとか、まあ、今回のこういう、まあ、インタビューもそうですよね。こういった、まあ、機会がもしあるのであれば今後も、ね、あのまあ進んで出たいなとは思います。まあ、ざっくりこんな感じですね。まあ、入ったお金をまるまる使うんじゃなくて、その、まあ、固定資産税とか家族のためにとか、あとはもう自分のためにって、まあ、振り分けてはあの毎月お金は使っています。で、まあ、自分のためにっていう話をしても、やっぱりなんだろう、まあ、電気代とか光熱費とか税金とか食費とかね、いろいろかかりますので、毎月その、まあ、固定費ですね、毎月どの費用がどのくらいかかるのかっていうのはしっかり把握をすることが、その家計を回すっていうのはそのとっても大切なことだと僕は思います。入ったお金をまるまる使うのではなくて、例えば貯金をしたいと、ね、貯金をしたいんだったら、でも貯金をなかなかねするのが難しいと、ね、いう人たちがねもしいるんだとしたら、やっぱなんだろうな、もう入ってきたお給料があったとして、もう最初のうちにその給料のまあ 10% ぐらいをもうまあ貯金に回すと、で抜いた残りの 90% でその残りの何ご飯を食べたりとかね、趣味の使ったりとかいろいろな支払いをするっていうのに使った方が、その貯金をするのが難しいよっていう人は貯金をしやすくなる方法じゃないのかなと僕は思います。まあ、諦めない気持ちは強いですね。そう、このやり方がダメだったらこうしてみよう、でこれがダメだったらこういう切り口でいってみよう、でいろいろやり方とか考え方を変えて挑戦するっていうのが僕は好きなんですね。悪い言い方をすればしつこいになるわけなんです。でもね、物はね、言いようなので、ね、そのしつこいっていうよりはやっぱり粘り強いとかね、そう諦めない気持ちが強いとか、そういうねプラスに捉えた方が
いいんじゃないのかなと僕は思います。まあまあでもなんだろうな、まあ、授業はね真面目に出ましたし、人に迷惑になるような行動はね特にしていなかったというのはありますので、まあ、強いて言えば、友達は大切だなと僕は大人になってもものすごく感じます。僕自身やっぱ友達に支えてもらったっていうのはやっぱ実体験であるんですね。でやっぱりこの僕の人生の中でやっぱりその大変な時、苦しかった時っていうのはやっぱり友達にやっぱ支えてもらった、助けてもらったっていう経験があるので、本当にね友達はまあ大切だなと、ね、本当に感謝はしていますね。学ぶ意味、何でしょうね。まあまあ、まあ、勉強はでも大切ですよ。僕もだってね仕事で困難な場面にね出くわした時にはやっぱ勉強をして知識をね取り入れて困難を乗り越えることができたわけなので、勉強は大切なことだとは思います。この勉強をしてなんか知識を取り入れて実践をするっていうことによってやっぱ自分の成長を感じることができると思うんですよ。過去の自分はできなかったけど、その勉強をする学ぶことによってもうこういうことができるようになった、それでやっぱり成長を感じることができますし、そういうのをやっぱ積み重ねていくことによってやっぱりこの自分の自信もつくことができると思うんですね。でその時にやっぱりその他人と比較するんじゃなくて、今度過去の自分と比較するのが僕は大事だと思うんですね。勉強をして自分を成長して過去の自分と比較してもう成長をする、で自信をつけるっていうのが僕は大切なことだとは思います。なので本当に勉強をする学ぶっていうのは本当子どもの時だけ、学生の時だけじゃなくて大人になってもずっと必要なことだと僕は思いますね。人とうまくやるためには、人とうまくやるためにはって別に考えないでいいと僕は思いますよ。誰かの顔色を伺ってとか、あとなんだ自分の意見を押し殺してっていうのは僕はどうかなって思うんですね。みんなの意見に合わせて自分の意見を押し殺すっていうんじゃなくて、なんだろうな、自分の信じた道といいますか、やっぱ自分が楽しいと思える道に進んで行動をしてほしいなって思います。でうまくやろうとかね、協調性とかはねもちろん大事だとは思いますよ。大事だとは思うんですけど、こうなんだろうな、本来の目的は何なのか、本質は何なのかっていうのをこの他人にこう任せるんじゃなくて自分自身で考えて動いてほしいなって思います。どんな、いやそんなね大それたことは考えてないですよ。本当になんだろうな、この何、気持ちが押しつぶされそうな人がいると、でっていう人がいると、その人に僕がね寄り添うことによってその人の気持ちが楽になると、でその人がね、その保護者の方の気持ちが楽になるんだったら、その子供に対して、ね、より子育てにつながると思うんですね。で、なんだろうな、親の幸せがその子供の幸せにつながると僕は思っています。自分の強みを生かせる環境で輝くっていうことを、ね、伝えたいなとは思います。誰々がそこで働いているから僕も働こうとか、親が言ってるから親がこうどこどこで働きなさいって言ってるからここで働こうっていうんじゃなくて、そう、自分はどうしたいか、自分には何が向いてるのか、何が強みなのかっていうのを自分で考えて動いて、自分に合った環境に身を置いて行動をしてほしいなって思います。自分で考えて動いて輝いてほしいなって思います。以上です。